暇。暇だな。暇ね。今日は休日。フランとレミリアさんは外に出たくないらしいので、暇を持て余している。ねえ、なんかないの？すると、フランが何かに目を輝かせる。これ使おうよ。フランが手に取ってきたのは割り箸だった。割り箸で何するんだ？王様ゲームだよ、王様ゲーム。はい、フラン。正気？なんで二人ともノリが悪いの？いいじゃん、楽しそうだから。いや、楽しくても三人だと盛り上がらないだろ。へえ。じゃあ、これから王様ゲームを始めます。わい。やったー。じゃあ、せーの。王様があれだ。私が最初の王様ね。最初はレミリアさんか。どんな命令が来るんだ。そうね。2番は1番にして。よかった。そんなにきつい命令ではなさそうだ。僕は、1番ですね。じゃあ、やるよ、カシロくん。あれ、フランが悪い顔をしているように見える。ああ、優しめに。あれ、しっぺされた部分がだんだん青くなってる気がする。さあ次やろうよ、次。あの、フランさん、なんかあざができ始めて。何？もう一回やってほしいの？いいえ結構です。そして、2回目。王様があれだ。やった、私だ私。フランか。なんかやばい命令が飛んできそうな気が。2番は王様にギューってして。あーはい、僕なんですね、わかります。あったかいね。そうだな。私は何を見せられているのかしら。じゃあ次に行こう。王様があれだ。見ると割り箸には赤い印がつけられている。次は僕か。で、何を命令するの？先に二人に謝っておきます。え、急にどうしたの？これから僕が壊れるんで。え、どういうこと？1番は、水着になってください。へ。さあ、1番さんは水着になってくださいよ。いや、どう考えたっておかしいでしょ。こんな寒い時期に水着姿なんて。それに、恥ずかしいし。王様の命令は？絶対。じゃあ着替えてください。こいつ。後で絶対に殺す。ジロジロ見るんじゃないわよ。あ、控えめに言って神です、はい。ねえ、もう着替えていい？寒いんだけど。あ、もう3分待ってください。こいつ、後で絶対後悔させてやる。そうして、王様ゲームは終了した？フランちゃん。もうやめ。だめ。反省するまではこの部屋から出させないから。あ、フランちゃん死んじゃいまふ？ダメらっしゃい。そうして。